いや、いろんなことを思い出します。初めましての方も、たくさんいるかなと思うんで、僕らは高校生の自分にバンド結成して、20歳の自分に一度メジャーデビューをして2年でクビになってるバンドです。その時に続けても無理だと言われてきました、散々。鼻で笑われるという経験を生まれて初めてその時しました。そこから4人で、10年間インディーズでレーベル作って、ここまでやってきました。2020年の自分にクビになった某ソニーという会社があるんですけども、某ソニーに戻ってきてくれって言われて3年間断りました。でも人と人とのつながりだけでここまで来たんで、俺たち熱意だけはマジ感じたんです。なんで2020年にメジャー再契約、そしてついに、2023年にフジロックオンステージ、ありがとうございます。いや、4人だけで音楽やってきた時間がすごく長いんで、4人だけで音楽やったって面白くないってことがすげえよく分かってるバンドだと思います。できないことたくさんあるんですよね。できないことたくさんあるの。でも4人でやるよりも誰かと一緒にやった方が楽しい、そう思ってここまで来てます。なので音楽やろうぜって言うその言葉の中には俺たちの心みたいなものが入ってます。あなたと一緒に音楽やらなかったら面白くないっていうことをすごくよく分かってるんで、こうやってこの場所建ててフジロックのこのでかい会場であなたと一緒に音楽やってるっていうこの事実が実は本当に何よりも何よりもありがたいです。どうもありがとうございます。山あり谷あり紆余曲折です。19年なんて歴史は人に言わせれば短いって言われるかもしれないけど、それでもその中にはすごくいろんな気持ちが入ってると思ってる。だからまあこの場所でこんな風に音楽やれてる、この俺たちの音楽がフジロックのこの会場に鳴り響いてること、とっても嬉しいなと思いながら、ラスト1曲です。最後の曲は俺たちの中でなんだろうな、全部そうなんだけど、そのままの曲、俺たちそのままみたいな曲、伝わったら嬉しいなってその気持ちだけで今日の1時間やらせていただいたんで、最後の1曲も同じ気持ちで伝わればいいなってその1点の上で、最後の曲をあなたたちではなくてあなたに任せてやらせていただきます。ありがとうございました。スーパーユーは最後の1曲です。ありがとうという曲。ありがとう、見つけてくれてありがとう、受け止めてくれてありがとう、愛してくれてありがとう、ありがとう、覚えてくれてありがとう、受け止めてくれてありがとう、大切さくれてありがとう。
ありがとう。